こんにちは、藤本です。チタンを特徴とするフレームの扱いが始まりましたよっていうところの紹介と、まあそのブランドの背景ですね、だったり、このフレームに対するスペックを紹介していこうかなと思います。まず、今回、A フレームサイクルっていうところの扱いを始めます。A フレームサイクルは、ピストバイクの本場でもあるアメリカ・サンフランシスコのメーカーになります。ネオレトロって言われるものをコンセプトに重点を置いたものづくりっていうところから始まってるのが A フレームサイクルです。で、その A フレームサイクルが今回出しているフレームを取り扱うことになったんですけど、それがこのチタンフレームです。このチタンっていう素材がどんなものなのかっていうところを説明させてもらいます。最近チタンもだんだん自転車業界だけではなく、まあ身近なものでも使われるようになってきてて、一番皆さんの中で身近なもので言うと iPhone ですね。 iPhone もアルミだったりスチールをベースにやってたのをチタンに置き換えて新しい製品出しているように、軽くて丈夫で、まあ、錆びないとか腐食しないっていう素材特性がすごい優れてるんですよね。その素材特性優れてて、かつ長く使えるもの作りができる素材になってるので、フレームのに使われてるチタンっていうのも長く使ってもらうっていうところから生まれてます。で、チタンっていう素材自体は正直その加工技術が難しいとされてるんですけど、硬いだったりとかで、ただやっぱりその加工技術自体もいろんなところで年々レベルが上がってます。では早速フレームの説明に行こうかなと思います。これ A フレームトラックっていう名称です。で、この A フレームトラック、まずそもそもにチタンが特徴なんですけど、ネオレトロコンセプトって言われてるように、あの90年代初頭にキャノンデールが出したピストバイクフレームがあります。キャノンデールトラックと言われるものがあるんですけど、アルミフレームで大口径のアルミチューブを使って、で1インチフォークを採用した、まあ、今でいうもう本当に名機ですね。多分詳しい人だったらもう一度は写真とかで目にしたことがあるんじゃないかなっていうような、キャノンデールトラックにこの A フレームサイクルのオーナーが乗りたいっていうとこからこのフレーム生まれてます。その当時のキャノンデールトラックのそのジオメトリーを今にちゃんと継承して、で作るならもう生涯にわたって乗りたいっていうところからこのチタンを選択してこのフレームが生まれてます。フレームの特徴で一番はもうチタンですね。何回も言ってるチタンで、この前面にあるフォークですね。これがフルカーボンフォークです。これも A フレームのオリジナル設計になってます。フレームの素材をちょっと、そのチタンって言ってるんですけど、チタンの中で何使ってるかっていうと 3L2.5V っていうチタンです。基本的には純チタンと違ってちょっと配合物あります。で、その純チタンよりは引っ張り強度が 1.5 倍になってて、耐久性ですねが 2.2 倍っていうすごく強い素材になってます。その強い素材を使って、ここですね、ダウンチューブ、これがまた大口径で 45mm のダウンチューブになってます。で、トップチューブが 38.1mm になってて、まあ本当にキャノンデールトラックのその当時のアルミで薄くごつく作られてるパイプを再現してるんですけど、その中でダブルバテットになってます。バテット効かしてる分軽量化も図られてるっていう形になってます。キャノンデールトラックっていうのはそもそもがクッて詰まったフレームだったんですけど、それを実現するためにキャノンデールトラック同様にフォークのオフセットもこいつ 28mm になってて、で、このフォークが結構優秀な数字って言ったらあれですけど、むちゃくちゃ軽いです。 370g 規格なんですけど、ヘッド規格が1と8分の1のストレート規格になってて、で、嬉しいポイントが、このフレームを購入したら、ヘッドパーツにメイドイン USA の、あのホワイトインダストリーズのヘッドパーツが付属します。クリアランスが前後とも 30C を許容としてます。フォークとかでもやっぱり 28C が限界ですとか、リアも 28C が限界のピストフレームはやっぱ多い中で、そこをちょっとワイドめに 30C になってるのは、いろんな組み方ができるんじゃないかなとも思ってます。次、見た目ですね。見た目はまあそのチタン色になってるんですけど、あの表面処理っていうところに結構こだわってます。前面側にはあのポリッシングが
施されてて、そのポリッシングただ磨いてるだけじゃなくて、このデザイン性が結構高いです。シュッてこう線入ってたりで、色抜いてあったりとかで、後部側サンドブラスト加工っていう加工になってるんで、結構マットな質感になってます。同じチタンっていう一個の素材の中で違いが出せてると思ってます。日本仕様に今回入荷してる、でブローチャーズで取り扱うフレームに対しては、前後あのブレーキホールがあります。それだけではなくて、トップチューブの反対側に、ノンドライブ側にはあのアウターガイドもつけてくれてます。なのでインターナル化になってるので、アウターケーブルもちゃんと入る仕様にしてもらってます。ジオメトリー、これそのこのフレームもすごいコンパクト設計です。チェーンステイレングスはどのフレームサイズでも 383mm になってて、本当にこの後ろ三角っていうのがすごい詰まった設計になってます。なので漕ぎ出しの加速感っていうところで言うと、結構他のフレームにないぐらいスッといく感覚があるかなと思います。基本的にヘッドアングルっていうのは XS、S、M、L ってサイズ展開ある中で、あの S と M 以外はちゃんとヘッドアングル変わります。そのトレイルもハンドリングがしやすいところ、あんまり不安定にならない、クイックすぎず直進安定が出るぐらいの、まあ大体60後半ぐらいのトレイル値になってます。トップチューブが結構短いです。なのでこれが日本人にすごい合うんじゃないのかなと思ってて、この三角も詰まってるし、トップチューブも結構詰まってるんで、トレイルのその直進安定性に対してはちょっとクイックな動きがしやすい設計なのかなと思います。じゃあ次、組んでみて乗ってみてっていうお伝えしようかなと思います。まずフレーム開墾して持つんですけど、フレームすごく軽かったです。なんかチタンってやっぱ剛性出すためにちょっと重かったりする時もあるんですよ。でこれ M サイズで、このフレーム実測で 1670g でした。でフルカーボンフォークが 370g なので、これ合わせても 2kg 前後なわけで、すごく軽量かなと思います、チタンフレームの中で言えば。で下処理ですね、このチタンフレームって加工技術がすごく高いので、下処理しないでいいぐらい、ネジ切りだったりそのヘッドの中とかもすごい丁寧な削りで、精度高いなって感じました。であとこのリアのエンドですね、リアのエンドのこのセンターのところもすごく綺麗な三角をしてて、ちゃんとピタッとくる感じ。その後軽く乗った上での感想になるんですけど、トップチューブが短めだったりリア三角が近いっていうところから、反応すごくいいんです、このフレーム。でチタンのこれは素材の硬さっていうところが相まっての加速感にはすごく優れますし、あとこのダウンチューブですね、ダウンチューブがでかい大口径になってるから力多分逃がさないんだろうなって、だから余計クッといきます。あとはハンドリングも、ここなんか詰まってるように見えるんですけど、そんなにストレスないです。であとチタンってやっぱみんな硬い硬いって思ってると思いますけど、あのちゃんと軽さも感じつつ、アルミフレームの下から来る突き上げみたいな硬さは逆にないです。鉄のしなりとまでは言わないですけど、硬すぎないっていう感じの乗り心地をちゃんと与えてくれます。あとはやっぱチタンなんで錆びないし腐食しないんで、この1台を手に入れたらずっと付き合っていける1台になるんじゃないのかなと思います。じゃあ最後に、このチタンっていうのはやっぱ今後もちょっとずつ増えてくる素材なんだろうなと、いろんな情報を見てる中でもそこは感じてます。その中でもこうやって昔の名機ですね、キャノンデールトラックを自分でジオメトリーまで探し出して、でそれを形にして、現代でしかも生涯にわたって乗るために作り上げた、このこだわりがまあ詰まりまくったこのフレームですね、もうピスト大好きな人は手に入れてほしいなと思います。このフレーム自体本当にちゃんとピストバイクのチタンに起こしましたっていうのが一番ハマるフレームかなと思いますので、今後のこのフレームをよろしくお願いします。